ザック・デラ・ロッチャはアメリカ合衆国のミュージシャン。同国のロックバンド、レイジン・アゲンスト・ザ・マシーンのボーカリストとして知られる。政治色の強い力の壁画家である父と反戦活動家である母の間に生まれる。父はメキシコ系アメリカ人で母はドイツおよびアイルランド系である。デラ・ロッチャは10代の頃にベジタリアンになったと1989年に語っている。 菜食主義っていうのは本当に素晴らしいことだと思う。僕は強く支持するよ。僕が思うに動物は食肉処理場での死のサイクルを通して多くの痛みを経験するんだ。殺されるために生きてるんだよ。僕はそんな動物を食べなくてもいいと思うんだ。食べ物は他にもたくさんあるし、自分たちをそんな痛みや死のサイクルに関わらせる必要はないんだ。年に レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンを結成。それ以前は、ユース・クルー、ハード・コア、ストレート・エッジ・バンド、インサイド・アウトのボーカルを務めていた。2008年7月、元マッツ・ボルタのドラマー、ジョン・セオドアとのプロジェクト、ワン、デイ・アズ・ア・ライオン名義で、ミニアルバムをリリース。2010年には、フジロックフェスティバル中に出演のため来日した。特に記載したもの以外は、 ボーカルとして参加。ギタリストとして以下の作品に参加ボーカルとキーボーディストとして参加。ありがとうございます。